はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ今日からウィンターミーティングが始まりました。全球団のフロントなど球界関係者が一堂に会すビッグイベントで、近年はコロナやらロックアウトやらでなかなか通常通り開催されていなかったところ、今年は3年ぶりにサンディエゴで通常通り開催となりました。例年ウィンターミーティングのタイミングで大物 FA 選手の契約ですとかトレードがまとまったりですとか、まあストーブリーグが一気に動くような場でもありますので、まだここまで移籍市場比較的落ち着いた状況が続いてきましたが、ここでガッと動き出すんじゃないのかなと。そして実際に今日いきなり大物 FA 選手2人の契約が決まりまして、早速ねウィンターミーティングらしくなってきたなと感じました。ということで今日はまとまった大きな契約2件についてお話ししていこうかなと思います。はい、まずは今季エールサイヤング賞に輝いた鉄腕ジャスティン・バーランダーのメッツ入りが決まりました。バーランダーは今日メッツと2年総額8666万ドルの契約に合意。2024年のシーズンにバーランダーが140回以上投げた場合には3年目のオプションがプレイヤーオプションとして追加され、契約は最大で3年総額1億2166万ドルとなります。オプションを含まない場合、今回の契約の1年あたりの平均年俸は4333万ドルで、これは昨年マックス・シャーザーが同じくメッツと結んだ3年総額1億3000万ドルの契約と平均年俸は同じで、その額としては史上最高額タイ。アストロズのジム・クレインオーナーが以前バーランダー側がこのシャーザーの平均額を狙っていると漏らしていましたが、実際の契約もまさにその額ピタリでしたので、まあかなり最高額というところを意識した契約となりましたね。しかしメッツはつい数日前にジェイコブ・デグロームがレンジャーズと5年契約を結んで、先発ローテーションに大きな穴が開いていたところで、その穴をまた別のサイ・ヤング賞右腕で埋めたと。これぞスティーブ・コーエンをオーナーに持つ球団の強さ。今季のメッツはシーズン101勝を挙げながらも地区優勝を惜しくも逃してしまい、さらにワイルドカードシリーズではパドレスに敗れる。最終的には悔しいシーズンとなってしまいましたが、来年再び頂点を目指すべく大物を連れてきましたよ。今季のバーランダーはトミー・ジョン手術明けの39歳とは思えない投球を1年間続け、28先発で防御率 1.75、ウィンザーブリプレイスメント 5.9。 シーズン終盤に怪我で離脱した時期がありましたので、イニング数こそ175回とバーランダーにしては少なめでしたが、その圧倒的な投球内容が認められて満票でのサイ・ヤング賞受賞。メッツは先発の目玉ではバーランダー以外にカルロス・ロドにも興味があるとされていましたが、バーランダー以上にビッグゲームの経験も豊富な選手はいませんので、衰え知らずの投球の良さと合わせて最終的には彼を選んだと。また個人的にメッツがうまくやったと思ったのが、契約を2年保証でとどめた点で、多分バーランダー側は3年目保証を要求したと思うんですが、やっぱりいくらバーランダーといえど年齢が気になるところで、3年目を無条件で保証するのは怖い。オプションが発動する条件である2年目に140回投げられるんだったら、おそらくまだローテーションの柱としては問題なくいけるでしょうから、バーランダー獲得を実現しつつ、契約のリスクを大きくしすぎなかった点は良かったんじゃないのかなと思いましたね。メッツはリスクをある程度は抑えたものの、じゃあ全く不安がないかと言われたらもちろんそうでもなく、やっぱり来年40歳という年齢の要素は無視できませんし、あとは今季アストロズの非常に層の厚い先発陣も助けられて、バーランダーローテーションをほとんど中4日で回ることがなかったんですよね。レギュラーシーズン28先発で中4日の先発が実は5回しかありませんでした。これは39歳の彼を1年間フレッシュに保つ上でも大きな意味があったんじゃないのかなと。メッツではさすがに中4日で回ることが基本となるでしょうから、これが来季40歳のバーランダーのパフォーマンスですとか状態ですとか、そういったところにどう影響するか。今年終盤にふくらはぎの怪我で少し離脱したこともありましたが、ああいったことが増えないといいんですけどね。バーランダーと共に来季メッツのローテーショントップを担うシャーザーも、近年はちょっと怪我の懸念があるような選手ですから、そこの不安はまあ多少はあるかもしれません。ただこれでメッツのローテーションはトップにバーランダーとシャーザーというなんとも豪華な並びに、10年前のデトロイトタイガースみたいな感じになりましたが、2010年代前半タイガースを支えた2人がまたチームメイトになったと。2012年は2人の活躍もあってチームはワールドシリーズまで進みましたが、世界一とはなれず、そこからまだ2人とも1000球のピッチャーとしてプレーしているんだから恐ろしい話ですけど、果たして今回はメッツを世界一へ導くことはできるのか。MLB のサラ・ラングスによれば、38歳以上の先発投手2人が同じチームでそれぞれ30先発以上したケースは史上8例しかないそうで、まずは稼働することが何より重要となりそうですが、引退後の殿堂入り間違いなしの2人なら、健康ならローテーションを牽引するくらいの活躍は見せてくれることでしょう。続いてはもう一人、コンオフ豊作のショート市場の大物選手も今日契約に合意しまして、それがこちらのトレイ・ターナー。11年総額3億ドルの大型契約にてフィリーズ移籍に合意しました。
ターナーはかねてより東海岸志向があるとされており、またフィリーズもショートの主な FA、特にターナーが最優先とも言われていましたので、双方の希望にかなう契約であるんですが、ただ11年はびっくりですね。事前の予想では8年くらいが多かった印象ですが、まさか40歳まで契約を結べるとは。もちろんこれには意味があって、期間を伸ばした分1年あたりの平均年俸を抑えることができまして、実際平均すると2700万ドル程度、ターナークラスとしてはかなりお安めです。フィリーズは2018年オフにブライス・ハーパーと13年総額3億3000万ドルの契約を結んでいますが、それと考え方は同じで、期間を伸ばすことによるリスクも当然あるんですが、今のペイロールを過度に圧迫しないメリットもあります。で、フィリーズはターナーの獲得で打線全体のレベルを上げるとともに、二遊間の大幅なアップグレードに成功しましたよね。今年のフィリーズはカスティアノスやシュワーバーを獲得し、超重量打線で臨みましたが、ハーパーの怪我ですとか、カスティアノスの不振などもあって、意外にも WRC プラスは106程度と、打のチームというには少し控えめな数字。特に二遊間の攻撃力がいずれも平均以下となっていて、ショートが WRC プラス80で MLB21位。今季ショートは主に守備に定評のあるブライソン・ストッドが守り、後半戦は打率2割7分6厘、OPS7 割3分5厘と前半戦苦しんだ打撃で成長も見せてはいたんですが、あと一歩で世界一に届かなかったフィリーズが、今年の市場で最も強化しやすいポジションだったのはやっぱりショートなのかなと。セカンドのジーン・セグラのオプションを破棄し、セカンドも空きましたので、ストットをセカンドに移し、ショートにターナーという感じに来季はなるでしょうか。まあそれ以外でも、ハーパーがトミー・ジョン手術を受け、来季いつ戻ってくるかまだ不透明でもありますので、ターナーの加入は単純にプラスも大きいですよね。で、まあ契約についてですが、11年という期間の長さについてはフィリーズ側もリスクは当然承知の上だと思いますので、ターナーとの契約前半、ハーパーら主力選手も全盛期のうちに世界一を目指したいですよね。そのために1年あたりの平均年俸を下げているわけですから。今季のターナーは昨年2021年と比べて少し平均打球初速やハードヒット率が低下はしているものの、依然として平均以上の水準でありますし、また自慢のスピード面に関しては今のところ衰えなども見られていませんので、スピードを維持できれば今年くらいのバッティングはやってくれるんじゃないのかなと。またナショナルズ時代ターナーのブレイクに大きく貢献したとされるケビン・ロング打撃コーチが今フィリーズにいますので、その存在も今後フィリーズでプレーする上で、またフィリーズで活躍する上でも大きなものになってくるかもしれませんよね。あとはもう何年持ちこたえられるかですよ。契約自体が長いので、どこかで契約にパフォーマンスが見合わないタイミングが来るでしょうが、ターナーみたいにスピードが大きな武器である選手は加齢とともにアスレチックさが失われてガタッと衰えが来たりするので、そこは怖さとしてはどうしてもあります。ショート守備もせいぜい平均程度なので、ショートに残れてもあと 2,3 年、まあ 3,4 年くらい、将来的にはセカンドですとか外野ですとか、あるいはユーティリティみたいに価値を出すのが理想でしょうか。またバッティング面では今季ボール球スイング率と空振り率がいずれもキャリアワーストの水準となっていまして、今は良くてもスピードが落ちるとこれも成績下降につながりかねませんので、今後に続く傾向でないといいですかね。これから30代に入って選手としてのプレースタイルも変わる必要が出てくる部分もあるでしょうが、なんとか今のようにターナーが長く活躍する姿を見たいです。ということで、早速主な FA の契約が2つまとまったウィンターミーティング初日、特にターナーが決まったことでショート市場は動きが活発になってくるんじゃないかと思いまして、コレア、ボガーツ、スワンソン、このあたりの契約ももしかしたら近いかもしれませんし、特にドジャースなんかはターナーを失ってしまいましたので動きが注目されるところ。またコンフ一番の目玉であるアーロン・ジャッジはウィンターミーティング来ているそうなので、彼の決断の日もそう遠くないかもしれません。明日以降も移籍市場はまだまだ動きそうです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。